剣心は本当に可愛いこと。一度助走なさい。嫌です、姉上。まあ、私の要求を嫌がってみせるなんて、本当に本当に可愛い天使。幼者の出現は防げなかった。しかし人の力が結束した今、かの存在は決して打ち破れぬものではない。だが戦海軍の長スサノオはそうは考えていなかった。あくまで人は脆弱であり、幼者の討滅は戦海軍に任せよというのである。スサノオは幼者の末と軍を進めた。そしてその途上、合肥の地を守備する五軍と衝突した。合肥を守るのは俊英陸遜。しかし戦海の精鋭とスサノオが相手では分が悪い。陸遜の才を惜しむ宗妃は義と語の確執を捨て救援に向かった。陸遜を助けよ。いずれ世の混乱が収まり国の形が戻る。やつはお前の障害となる。そうかもしれん。だがそれは後の話だ。今を切り抜けねば後もありえん。今は陸遜の才は必要だ。我が君、その才今にも消えそうですが、急いだ方がよろしいのではありませんこと。では行くとしよう。今なすべきことをなすために。では戦場に愛を刻みに参りましょう。スサノオのくだらぬ意地から陸遜を救う。今なすべきはそれだ。いずれ己の前に立つかもしれぬ男を救うか。ふん、遂挙なことだ。ボッシュすらも飲み込めたい。これほどの数で攻め立てるだなんて、スサノオは随分とせっかちですわね。この大軍を相手によく持ちこたえた。やはり陸遜は尋常の才ではない。頑張れ。Yeah!
この程度で弱音を吐くとはな。司書に名高いリクソンも大したことはない。ソーヒ、せっかちですわね。今の私は敵ではない。信じろとは言わん。貴様の最地、炎のごとくと誇るのは我らをも呑み燃え立たせてみせる。今は葬儀も尊厳も関係がない。人間としてお前に力を貸してやろう。わかりました。なるほど、我々が竜を攻めたと同じ戦術ですね。我々は中央より合皮城の救援に向かいます。また敵戦力を集中させるため西側を。いいだろう。西側は我々が受け持つ。おやめください。戦海軍といっても人と変わることはない。ならばこの劣勢も逆転できます。即座に俺たちの戦力を組み込んでいく。参りましょう。それに応えてみせる。そう、この一戦なかなかの見物となりそうだ。良い。
まった。合皮状が落とされたら厳しいですね。こうなっては将の部に頼るしかあるまい。ひたすらめっきり進んでスサノオを撃つぞ。行くぞ援軍、我に続け。ご助成ありがとうございます。私の知略に勝てんと思いか。お見事なご活躍です。前に進む。大したものよ。行きます。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。勇気を力に。参りますよ。その面蓄えた知恵を持ってお相手いたぞ。助けてくれと頼んだ覚えもありませんが。俺と勝負だ。覚悟しろ。認めよう。お前こそ武装の勇士。張り切っておられる。おい、この子らよ。我らを見極めん。長年蓄えた知恵を持ってお相手いたぞ。なるほど、我らの戦覚えおこう。傲慢なやつ。俺たちを試したかのような物言いだ。実際そうなのだ。やつもまた迷っていると見るべきだろう。人に託すべきかどうか。これで合皮は守ることができました。救援に感謝します。私たちの絆の勝利です。お前の才が必要だ。我らと共に来い、リクソン。あなたと私は相入れないようです。いずれまた敵対するかもしれません。ですが、あなたは私を助けてくれました。今はその恩義に報いましょう。リク・ハクゲ、ソウヒ殿と共に参ります。アヤの思い、皆に伝えられたようです。